ハローどうもしのいです。グランデのファットミルクノンホイップチョコチップバニラクリームフラペチーノが好きな人はチャンネル登録評価よろしくお願いします。チャンネル登録の方法はここを押してくださいということで、今日はプッチー、ひらこちゃん、サンド、新道寺の4人で一マスワンブロック生活やってみました。ワンブロックからね、いろんな素材が出てくるマイクラのワールドで遊んでみたんで、最後まで見てください。よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。で、キッチンのさ、私いつもね、動画にもならないような下準備一人で一生懸命やっててね、好き勝手やってる奴らだけピックアップされるのどう思う？辛いよね。で、なんか本当にそっくりするの最近本当にもう嫌なんだよね。こいつらが悪いよ。うん、こいつらが悪い。だよね。うん、悪い。落とそう。こいつら悪い。バイバイ。痛い痛い。ちゃんとお嬢の気持ちを組めお前ら。次どこ行く？しんどんさん、素材結構集まったよ。じゃあね、なんか向こう面白そうなんだよね。向こう側、向こうとは、あっち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 とは、こっち全部どっちや。的な言葉わからん。ちょっとダイヤのピッケル作ったら。お、ダイヤのピッケル欲しい。なんで殴るん。おいふざけんなよ。そうか、ダイヤのピッケル作ればいいのか。でもダイヤのピッケルって何に必要なの？いろんなのに必要。ネザーに行けるくらいで別に特に。あ、そっか。まあ、かっこいいし作ろうかな。オッケー、キノコ一応つなげてよ。ありがとう。俺が全部やった。あ、ブッチー、全部やってね。ふざけんな、お前。嘘ついてんだよ、お前、この野郎。ブッチーしか俺。おい、こいつダイヤの剣持ってるぞ、おい。入ってたよ、お前。イエーイ、ダイヤのツルハシだ。じゃあ、一個壊してみれば、しんどんしたん。え、なにこれ、氷じゃん。割れただけなんだけど。え、ちゃんとないと取れないんだ。あ、そういうことね。シルさん、今、エンダーアイ何個あったっけ？ねえ、3個、4個ぐらいあった。あれ？じゃあもうエンでいける？なんで？何個あんの？ 3 個ある。12個ないとダメじゃない？あ、12個か、あれ。多分全部入ってないんじゃない？多分あれ。うん、と思う。ってことは、全部入ってないのか。12個じゃない、12個。で、結局全部の島行かないと、ない、手に入んないってことか、12個。なんかそんな気がする。終わるんじゃない？終わらせない、終わらせないよ。え？あ、エンダーアイ落としちゃったかも。え、本当に？いや、落としてないです。びっくりした、落としたら多分ね、いけないよ。ガチで終了だよね、それは多分。多分、次の回ぐらいからレインボーラッキーブロックが出てくる。おい、ゴミじゃねえか、お前。落としちゃったのね。落としてない、落としてないよ、まだ。じゃあ殺すね。殺さないでほしいけど。多分エンダーアイ落としたらひなこちゃんにビルから落とされるよ。うん、だってエンダーアイこんな高いとこから落とすんだから自分も落ちていいってことでしょ。エンダーアイの気持ちになれってこと。恐ろしいんだけど、学校の先生がさ、子供に教えるみたいな方式だよね。自分もやられていいでしょ。あれサイコパスだよね、あの教育。でもその教育やろうとしてたからね。いや、うん、やるよ私は。サイコパスだ。やっぱりサイコと言うんだ。サンド、よくないよ、そういうこと。何？よくないよ。でも俺ド M だからやられたいから。いて、なんで俺殴られんの。いて、お前バカ。あー、お前ですね。これさん、痛いです、痛いです。あ、シンドスいない。恐怖政治やって、それただの。おい、死ぬって。やめてやめて、もうない。死んだやん。サンド、ここはうちらの島にしよう。あ、なんだこいつ。こいつ何？2発で死ぬんだわと思って。おい、何それ強いんだけど。うん、あの、ナチス。あ、なんか変なのいる、変なのいる。何いる、何いるの？ヤモちゃん、なんかいる、くそ。略奪者、略奪者。ダニエル？ダニエルって、それ、あの、キティちゃんの彼氏。ダニエル、倒せ、ダニエル。おえ、キティちゃんの彼氏知らないの？え、キティちゃんって彼氏いたの？知らないんだ。え、シンゴック。え、めっちゃショックなんだけど。何にショックなんだよ、お前ら。マイメロはマイメロ。マイメロはマイ、ウサギでただの。あ、そうなんだ。なんか真っ暗になったんだけど。なんで？なんか、あの、今発熱灯みたいな押した。発熱灯、松明な、お前。あ、松明だ。おー、マイクラやったことある、ないや、なさすぎやろ。だって発熱灯っていうやつおらんよ、これ。ごめん。エジソン。進んじゃった。
よし、素材めっちゃ集まったんじゃない？どの島行く？次。なんかもうちゃっちゃと行けそうじゃない？じゃあ次、うん、もう隣の島から攻めていこうぜ。陥落していこうぜ。今さ、なんか発熱灯ってエジソンが作ったんだっけ？うん、それ引っ張る。待って、アイケンさんに任せよ。多分アイケンニュースで教えてくれるから多分。俺多分絶対違う気がするんだけど、あれ電気開発したやつ買う人やもん。オッケーオッケー、アイケンさんが多分。アイケンさんニュース、アイケンニュース、アイケンニュース。ハローどうも、アイケンです。結論から言いますと、白熱灯はエジソンの発明ではありません。一般的には電球イコールトーマスエジソンというイメージが強いのですが、実はこの現代でも使われている白熱灯、別名フィラメント電球を最初に発明した人物はイギリスのジョゼフ・スワンです。彼は1800年代中盤にフィラメント電球の点灯実験に成功しました。それではなぜ電球を開発した人物イコールトーマス・エジソンというイメージが定着しているのでしょうか。その理由は電球の安定性にあります。ジョゼフが開発した当初のフィラメント電球は安定性に欠けており、実用性はほとんどありませんでした。しかしエジソンの研究によって安定性が高く実用的な電球が開発されました。これにより電球イコールエジソンというイメージが定着したと言われています。いや、正しい愛犬ニュースの使い方だけど、もっと喋らせてよ。ちゃんとなんか面白いこと喋らせてよ。ストーンカッターとか割と使えるかもね、足場で。あ、確かに。あ、ストーンカッター初めて俺使うんだけど。丸石をね、半分にしてくれんの。え、どういうこと？俺作ったよ、俺が作っていた。一気にお前さ、全部奪うな、ぶち殺すぞお前。ありがとう、ブッチ。もうやめろよ、ブッチの手から取るなって。お、すげえ、いっぱいできる。これ、量は変わる？量変わるよ。量変わんなかったら意味ねえだろ、お前。多くなるの。作業台でいいじゃねえか。すげえ、これ、エジソンすげえ。あ、これもまた数字増えるよ、ほら。お、すげえ、数字増える。あ、違う、バカ、数字増やしちゃダメだって。あ、ダメなの？あと37しか壊せんやん。しんどいさん、エンダーアイいくつあったっけ、今。ね、エンダーアイ今、手元に3で、向こうに、4個ぐらいあった気がする。お、割とこれ、パッパ集まれそうじゃない？おい、これ、パート1で終わるやつやん。エンダーアイ3個あって、ダイヤモンドもあって、ぬるいなぁ。あ、今こっちにさ、あれだ。3個あるから、今6個ある。あ、6個あるんだ。で、エンドポータルのところ一応さ、つなげといたんだよ。そこにも3個あるからさ。もうそろそろ終わるよ。オッケー。終わらせちゃおうか。終わらせちゃおうよ。でかさ、もう今回はさ、これで終わらせて、次回さ、また別の縛り入れてやればいいんじゃない？そうだね。先生、ここ立って。いいよ。はい。おわ、落ちたやん。最悪なんだけど。プッチが張り切っちゃってさ、あっちこっちつなげ始めてるんだよね。いや、もうつなげとくことしか俺やることないんだもん今。ここからが本番だよ。エンダードラゴンを倒さないといけないからね。だってキープインベントリだし、すぐ復活できるから、めっちゃ楽勝に勝てそうな気がするな。ぬるゲーなんだよな。よし、キープインベントリーをなくしてと。え、ガチそれ。お前、見えてなかったの？目の前。見えてなかった。キープなくした？よし。キープインベントリーを、なくしてと。え？ガチそれ。え？お前、見えてなかったの？目の前。見えてなかった。キープなくした？キープじゃねえって。違う、目の前。目の前。俺が多分死ぬ、本当に死ぬ5秒前ぐらいに。なくなった。じゃあ、俺がだからちょうど死ぬ1秒前ぐらいに、キープインベントリー解除しやがって全部なくなったんだよ、マジで？ちょっと待って、俺もめっちゃ大事なアイテム入ってるから、ちょっと待って、チェスト入れてくるわ。その方がいいよ。え、どっち？そうしよう。そうしよう、しんどいさん。こいつらなんか調子も使いまくるからもう。そうだよね。緊張感がないんだよね。ダイヤモンドの剣なくなったから、ダイヤモンド出しに行こうかな。おい、バカ、カウント進むや。